そこの旅人さん、こんにちは。モーメントオブドリームをお聞きになったことはございますか？聞いた感じからするとなんだか甘い飲み物っぽいな。違いますよ。これは我々が定期的に開催しているイベントの名前です。近頃夢が一気に話題になり、多くの人が前日に見た夢を話し合うようになりました。実は私もその一人なんです。最後に夢を見たのがとても幼い頃だったので、懐かしい感覚と胸躍る気持ちにあふれていまして。そっか、みんなまた夢を見られるようになったんだもんな。ですので、これを機に珍しくて奇妙な夢を見た全ての人へ向けて、自由に夢を語ってもらうイベントを開催することにしたのです。こうしてモーメントオブドリームは生まれました。お茶会みたいなものか。はい、ここでは毎日想像力に富んだ様々な物語が語られています。ぜひお聞きになってはいかがでしょう。そうだな。でもオイラたちからすると、夢を見るのなんて食べるのや寝るのと同じくらい普通のことだぞ。無料のお菓子とか飲み物があるんなら少しは考えてもいいけど。本当ですか？つまりあなた方は今までに数多くの夢を見てきたということでしょうか？そうだけど、全然大したことじゃないから、そんなに興奮すんなよ。いえ、夢の体験を語ってくれる経験豊富な参加者こそ今の我々のイベントに欠けているものなんです。僭越ながらお二方のことを夢見のプロと呼ばせてください。プロ？悪くない響きだぜ。どうやら興味を持っていただけたようですね。一緒に会場へ向かいましょう。すぐそこですよ。あなたの欲しい飲み物もお菓子も全部そこにあります。お前もやることがプロだな。なあ、でも勝手に決めたらダメだよな。こいつの意見を聞かないと。あれ、なんで何も言わないんだ？イヒヒ。じゃあ早くオイラたちがプロになれる場所へ連れてってくれ。いいですよ、ついてきてください。プロになることにおいて一番大事なことが何か知ってるか？知識と経験でしょうか？違う、正解は呼び方だ。今からオイラはパイモンプロだぜ。皆さん、少しいいでしょうか？やっとプロの方に来ていただけました。さあさあ、こちらへ。何かご質問があれば彼女たちにお聞きください。外から来たプロの人か、それは良かった。俺から質問させてくれ。皆さん慌てず、秩序を守って一列に並んでください。こんなに熱意があるなんて。俺の質問は簡単さ。いつも大変な毎日を過ごしてるし、夢の中ぐらいはスライムになりたいんだ。一体どうしたらいい？オイラ知ってるぜ。そういう夢をたくさん見てきたから、オイラなら答えられるぞ。最初にオイラがなったのは風スライムだ。その時は冒険者の矢に打たれて一晩中空を飛んでたぜ。
2回目は草スライムだな。子供たちに大根だと思われて頭の葉っぱをちぎられたんだ。すごく痛かったぜ。3回目は氷スライムで、料理人に捕まってキンキンに冷えたジュースにされた。4回目にようやく強い岩スライムになって、昔オイラをいじめたイノシシに復讐しに行ったんだ。でも結局そいつが仲間を何匹も連れてきてまた負けちゃったんだけどな。ちょっと待った、なんでどれも悲惨な結末なんだ。だってスライムは魔物だろ。見た目は可愛いけど、いつもトラブルを起こすから冒険者に討伐される運命からは逃れられない。だから魔物はみんな良くない結末を迎えるんだ。確かに魔物は魔物だったな。俺はただ違った生活を体験してみたかっただけなんだ。だがこうして聞くと、魔物になったら今よりもひどくなっちまうかもな。ただの山柄や魚になった方が楽しいのだろうか。なんだ、プロってそこまで難しくないな。次の人。次は俺だ。プロの人に聞きたいんだが、どんな姿勢で寝たら前の日に見たのと同じ夢を見られるんだ。それは助けてくれないのかよ。じゃあまずどんな夢を見たいのか教えてくれ。普通の夢さ。日差しの気持ちいい日に妻とおしゃべりしながら山野に吹く風の音を聞くんだ。じゃあ直接奥さんと話をすればいいだろ。夢を見る必要なんてないんじゃないか。それがその妻はもういないんだ。え、ごめんおいらまた言っちゃいけないことを。いやいや、俺がきちんと言わなかったのが悪い。俺はただ妻にもう一度会いたいのさ。あ、そうだな。姿勢とかよりも寝る前に考えてることの方が大事だと思うぞ。それだけでいいのか。奥さんのことを思うのも夢を見るのもお前自身だからな。その二つを結びつけることは難しくないと思うぞ。それもそうだな。帰ったら早速今夜試してみるよ。アドバイスありがとう。今度は私の番。私は夢で見た植物の名前が知りたいんです。私は部屋にある記念品の箱を夢の中に持っていきたい。俺は昨日荒れ地の上をカラスが飛んでいる夢を見たんだ。何の意味が込められてるのか教えてくれ。そう慌てるなって、話は一人ずつだ。あいつらの質問めちゃくちゃ難しかったぜ。オイラたちは別にあいつらより詳しいわけじゃなくて、ただ経験が豊富なだけなのに。そうだな、模索したり考えたりしてる時の方が質問の答えを知るよりも面白いもんな。例えるなら、三日三晩お腹を空かせた放浪者がエネルギーの補充にご飯かケーキかなんて気にしないのと同じことだ。オイラが誰のことを思い浮かべてるのか今ので分かったか。イヒヒ、当たりだ。あいつならきっとこんな感じのことを言うと思うぞ。でも今は忙しいからこういうイベントに参加する時間はないだろうな。プロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。もういいだろう。質問に答えてた時お前も見てたよな。オイラたちはプロでも何でもないんだ。そちらのお客さんは少々特殊でして。
こんな面白い場所にあなたたちだけで来て、どうして私を呼ばなかったのか問い詰めたい気分だわ。うわぁ、なんでナヒーダがここに。モーメントオブドリームのような面白いイベントはそうそうないもの。どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの。あなたたちに会えたのは偶然の縁とも言えるわね。そうだ、ナヒーダは夢を一番理解してるから、オイラたちの代わりに全ての質問に答えられるよな。確かにそうね。さあ、どんなことでも聞いてちょうだい。面白ければ面白いほどいいわよ。あ、どうしたの？さっきまであんなに賑やかにしていたのに、なぜ急にためらうのかしら。だとしても、私ってそんなに怖そうには見えないはずだけれど、凄さの程度で言ったら、あなたたちだってスメールでいろいろと偉大なことをやったはずよ。ふん、面白い質問が一気に消えてしまったわ。私って場を興ざめさせるような存在だったのね。ここを離れた方がいいみたい。いやいや、そういうわけじゃないの。モーメントオブドリームの原点には背きたくないの。人々がここに集まるのは、美しき夢を自由に語り合うためよ。だけど今の雰囲気は、まるで容器に入った水のよう。決まった形にはなっているけど、川を流れていた頃の自由自在な姿はもう二度と取り戻せない。私はただ、その中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。拗ねてるな。みんな大丈夫だから、もっと積極的に聞いてくれ。宗神様はすごく付き合いやすいやつなんだ。ほら、早くしないと本当に行っちゃうぞ。じゃあ俺から行こう。さっきのスライム人間だな。なんだその変な呼び名は。俺はもうスライムにはなりたくないんだ。山柄か魚の方が俺には合ってる。なるほど、夢の中で小動物になりたいのね。どうしてそのような考えが生まれたのかしら。いつも同じ生活を送っているので、少し違ったことを経験したいのかもしれません。顔を上げれば空が見え、遠くには海もある。それなのに俺はまるで永遠に変わらない日々の中に閉じ込められているような気がするんです。だから夢の中で新鮮な感じを味わいたいということかしら。ごめんなさい、さらに困惑してきたわ。どうして現実でその新鮮な感じを見つけようとしないの。仕事をしないとモラが稼げないからですよ。俺だって毎日釘を打ったり木を切ったりなんかしたくありませんけど、家には養っている家族がいるんです。それを考えた時、自分の生活がつまらないことで埋め尽くされているのに気づきました。自由な空間なんて全くなかったんです。でもたとえ夢の中で鳥や魚になっても、最終的には釘を打ったり木を切り続けたりする必要があるでしょ。あなたはすでに閉じ込められている。だから肉体がどんなものに変わろうと、精神がその苦境から飛び出すことはできないわ。え、そんな、どうすればいいんでしょう。私はあなたの背負っているプレッシャーをこの身で直接感じることはできない。でもどうすればいいか助言することはできるわ。金槌を変えてみてはどうかしら。金槌を変える。ええ、長く仕事をしているから、どんな金槌が使いやすいか知っているはずよね。はい、もちろんです。まずは叩く回数を増やさないためにも十分な重さが必要になります。それから滑らないようグリップがツルツルなやつはダメですね。そういえば今使ってる金槌ですが、しばらく変えてませんね。ぜひ変えてみて。ついでに
金槌に好きな装飾や毛皮、革などもつけてみるといいわ。最後に自分の子供の名前も入れてみなさい。確かに、なんだか仕事に対して意欲が湧いてきました。新鮮味は生活の中における些細な物事から来るものよ。あなたは鳥や魚になる必要はないの。頑張って日々を過ごしていけば、あなたの大切に思うすべてがあなたの幸せの源になるわ。なるほど、完全に理解しました。まるで悟りを開いたかのようです。今すぐ新しい金槌を選びに、いや、自分で一本作るべきですね。ありがとうございます、宗神様。さすがなヒーローだな。いつも問題の切り口を見つけるのがうまいぜ。実は私もあまり理解していないの。え？私がああいうアドバイスをしたのは、他の職人が同じことをやっていたのを見たから。彼は疲れを感じるとグリップにある名前を見ていたの。すると彼の顔には笑みが浮かんだ。とても驚いたわ。きっとそれは彼にとってとても大切な人の名前だったのでしょうね。ええ、観察して初めてこういった行為が人間の原動力となるのを知ったわ。でもどうしてなのかしら。それが興奮や期待によるものなのか、それとも仕方ないと思う気持ちからなのか、私にはわからない。たとえ彼の考えを知ることができても、彼の気持ちを理解することは難しいでしょうね。そうだったのか。ナヒーダからしたらそんなに遠回りして考える必要があったんだな。だから実はさっき少し不安だったの。幸い彼は嬉しそうにしていたから間違ったことは言っていないようね。あまり気にしないで。これが私の学習方法だから。オイラを忘れてもらっちゃ困るぞ。オイラだって顔色を見るのが得意だからな。ありがとう。これで私も安心できるわ。次の質問を聞きましょう。さっき同じことを質問しましたが、やっぱり宗神様の意見もお聞かせください。一体どのようにすれば夢の中で毎日亡くなった妻に会えるのでしょうか。亡くなった人への思いね。たとえかつての美しい思い出を繰り返しても、それによってもたらされるのは現実の虚しさだけよ。もしも彼女がまだ生きていたら、そんなあなたは見たくなかったはずよね。はい、それは分かっています。ですが、私たちが夢の中で過ごす時間はただの記憶の繰り返しではありません。彼女を強く思っているからか、夢の中の彼女はまるで生き返ったかのようなんです。夢で起こったことを彼女は全て覚えている。目覚めた後に再び夢に入っても前回の話題の続きを一緒に話せるんです。それはまた不思議ね。一般的に連続性のある夢はほとんどないわ。彼女はまるで私の夢の中で2回目の命を手に入れたかのようでした。しかし彼女が生き生きとしていればするほど、目覚めた後の私に虚しさと苦しさが襲いかかるのです。これは喜ぶべきことなのでしょうか、それとも苦しむだけなのでしょうか。もしかしたら全ての根源は思いによるものなのかもしれないわ。あなたと彼女の間にとても残念に思っているやり残したことはない？よくわかりません。ただ彼女と一緒に年を重ね、人生を最後まで一緒に歩んでいけなかったのは私にとって一番残念なことです。もういい加減前を向かなきゃいけないとは思っていました。こんなリアルな夢を見ていなければこれほど迷走してはいなかったでしょう。これが俗に言う寝ても覚めてもっていうやつだな。でも
夢は永遠に夢でしかない。私たちは現実を生きるものよ。過度に夢に溺れるのがいいことであるとは限らない。あなたの精神と気持ちをすり減らし続けるだけだわ。わかっています。ですので私も自責の念に駆られているのです。まだ子供の面倒を見なければいけないというのに。子供に父親のこんな情けない姿を見せてはいけませんよね。宗神様、アドバイスありがとうございました。彼の精神状態とても心配だわ。早く良くなるといいのだけれど。それと私の調子は悪くないから、もしも退屈に感じていたら無理に付き合わなくてもいいわよ。あなたたちはもともと遊びに来たのだし。また連続性のある夢？はい、何かの暗示なのでしょうか。宗神様が直々にこのイベントに参加するなんて夢にも思いませんでした。今日は運がいい。友達に自慢しに行こう。一夜にして大金持ちになるとか有名になるとか、そういう単純で手っ取り早い夢がいいな。